やはり手のひらの上のデバイスを抑えているアップルがこの戦いにおいては結構有利なんじゃないかなというふうに思います。アップルが発表した人工知能アップルインテリジェンスが WWDC2024、アップルのデベロッパー向けのカンファレンスで、発表されました。同時にオープン AI 社との協業、まあ、具体的に言うとチャット GPT が完全に iOS 並びに MacOS に統合されるということになります。これは例えばメモ帳とかアプリで文章の自動編集構成機能とかチャット GPT に文章作ってくれっていうのと同じように作ることができます。メモとかフリーボード、画像生成も、まあ、生成 AI ということなので使える。またプリンテリジェンスは音声ファイルを再生してくれとか、ね、そういったことを言うと見つけ出して再生することまでやってくる。またメールとか LINE とかで送られてきたスケジュールのデータなんか自動でカレンダーに追加されたりとか、地図のデータなんかもリンクされたりとかが無料でできるということで、チャット GPT を、有料でサブスクしている方、これは多分有料版が、そのまま使えるようになるということで、より機能の高いバージョン先回りして使うことができるようになるんじゃないか。まあ、これに対して、まあ、オープン AI の生みの親でもあるイーロン・マスクさんが iOS に標準搭載するんであればうちの会社ではアップル製品使わせないみたいなことを言ったりとかしてるんですけど、検索エンジンでは実はすごいお金を払ってアップルと契約をしてる。アップルの標準検索エンジンになることで、たくさんの iOS からの広告収入が得られる。まあ、その分野で言えばもう全部そうなので、 Android 莫大な広告収入を上げてる Google がどのような形になるのか、またよくアップルが、オープン AI に多額のお金を払ってんじゃないかみたいなお話もあるんですけれども、まあ、力関係的に言うとこれ iOS に標準搭載されることによってチャット GPT 使ってる人って一説には100人に1人ぐらいしか生成 AI 使ってないっていうアンケートもあるぐらいで、 iOS という皆さんが普段から使っている OS、 特に日本ではシェアが高いんですけれども、こちらの方に標準搭載されることで、チャット GPT を使う人たちが爆増するんじゃないかな。まあ、それを考えると有料版のサブスクとかこれからのビジネスの進展を考えると、むしろオープン AI がお金を払ってる可能性すらあるなっていうけれども、まあ、こちらですね、Google 検索エンジンが生成 AI によって会話で OS に対して命令をすることができたりするようになると、 Google の今検索エンジンが標準搭載されてますけれども、その立場も危うくなるのかなと。だから、まあ、もしかすると Google にも Google のまあ、AI あるわけですけれども、こちらの方を取り込もうとするのか、はたまた Apple 独自の AI を実装する、あるいは全てにアクセスできるようにする、いくつもの選択肢が取れるのはやはり手のひらの上のデバイスを抑えている Apple がこの戦いにおいては結構有利なんじゃないかなというふうに思います。Apple は独自の AI の技術を持たないので不利だなんていうふうに言ってる人いますけど、僕はそんなことは全然ないのかな。でさらに学習プロセスはクラウドにやらせるにしても、カスタマイズしたローカルな学習データを iPhone とか Mac に搭載されている GPU を使ってカスタマイズできるようにしたりとかっていうことも考えられてると思いますし、まあ、さらに推論プロセスに関して言うと AI 用のチップを Apple が設計して作ってくる可能性あると思います。だから Apple は非常に優位な立場にあるのかなというふうに思います。 iPhone に乗るということで AI がまた次の爆発するんじゃないかなということで、 Apple Intelligence について解説しました。よろしく。